取りましたよ。取ったんだ。あ、でもレベル43って結構高い方じゃない？結構順調に上がってる感じするけど。あれだ、キムさんダブルだったら俺あれしようかな、あっちの装備変えましょうか。いや多分あの実際ゲーム始まったら多分見えてないから大丈夫だ。ああなるほどね。か顔で違い分かるでしょ。そから、顔の顔とがたいで違うから大丈夫、服は大丈夫だ絶対に。これキヨミンはさ、なんでさ俺名前ついてるの。あのそのなんか族と切る義経みたいなかっけえ名前ついてる。いつの間にかついてる。いつの間にかついてんの。ずるくない？なんか設定ありましたよね確か。あるんだ。え、あざな、あざなだっけな確か。デッタ、あ、じゃあそれか。デッタさんも毒投げ持ってるわ。デッタさんも毒投げ入れてる。あ、だってこれ強いですもん。俺もさっき木の実の見て憧れて俺もさっきつけたわ毒投げ。毒投げマジいいなと思って。いや、いいですよ。付け替え忘れ。俺超いいよ俺。まあでも俺にはあれ爆弾があるから大丈夫だ。あ、俺回復つけてねえや自分のあれに。いらんいらん。いらんいらんいらん、大丈夫大丈夫。俺は清流があるから大丈夫。というわけでどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。我々がピーチパイ先生の時々ゾンビでございます。木の実です。出たんです。はい、ウォロンやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、というわけでやっていきましょう。今日はデッタちゃんのデータをやっていきますので、シクヨロでございますね。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあというわけでやっていきましょうよ。おー、行きましょうよ。じゃあ、行きたいところを選んでください。我々が投稿します。あ、そこそこ、ここで選ぶのか。そうです、そうです、そうです。もうね、私と木の実、私と木の実はね、もうかれこれもう、もう夕方前にもう4時間ぐらいやってるので。そんなやったっけ。配信の時間見たら3時間半やってたから。あ、選んだのかな。やば、うん、準備完了。やっちゃうね、やっちゃうね。なんかだんだんやっぱりあの家計ができるようになってくるとやっぱ気持ちよくてやめらんなくなるね。あ、たまらん、家計がたまらん。あ、ここか、やっぱここだよね、ここなんだよね、やっぱりね。やっぱここが一番の関門じゃねえかな正直。なんかそうだね、一番最初の。あ、そうなんですね。それ以降で逆に詰まるタイミングがない気がするんだけど。あれ誰だっけ、長領じゃないか、誰だっけ、長宝だっけ。あ、ジョコ一人でやらなきゃいけないやつ、長宝。あ、一番最初のコース。あ、長領か、うん、あそこの次に来る難所だよね。あ、まあそうだね、うん、打ちます。あ、すげえ、あ、そんな。あ、やばい、弓が4本しかない。2人やった、来るよ。あ、抜けられた。すいません、大丈夫です。抜けられちゃいました。よし、あ、やっぱ硬いな。お、キムさんすごいですね、それ。えらく早く触れますね。違うとこから行っていたのだよ。あ、じゃあ何だよ、違う。魔法使いやっとらんやんけ。いや、もう怒られましたもんね。魔法使い夢でやっとらんやんけ。行って、忘れてた、ごめん。そっか、そこ上にいるんだっけ。そうっす、さあ忘れてた。いらっしゃい。はい、まだいる。あれ取れるのかな。それはね、こっちから取れる。ああ、あ、橋があるよ。そう、あ、なんか孫権頑張って戦ってるわ。まだどこで。俺だけ仕上げた。こっちで戦ってる。ボコボコやな、やっぱり。俺はね、あの士気がゼロでもね、爆弾が投げれることが分かったんで。爆弾が投げられる。爆弾っていうか、炎のなんか
本当は四季七のなんか投げると ああ、なんかあるね。分散してバーって爆発するやつ使いたいんだけど、それまではねこれ使えるから、ちょっとしばらくこれ使って。あ、ダメだ、私行っちゃダメだ、こいつがいる、こいつ嫌いです、タコ殴りです。みんなが一番嫌いな敵ですからね、こいつ。弓打ちますよ。ボッコボコひボッどい、コボコ、3人ひだとどいこんなボわ。コせんだ。あ、1人引っ張ってくるよ。ああ、行っちゃった。あ、あまりあった。ズナイドン、オッス。ケー。あいつらな。あ、でもまああれか、2人いるからいけるか。俺が引っ張ってきて上からあれすればいいんでしょ。こっそうちかしらよズドンできるようにすればいいでしょう。う。はい、お願いします。あ、あ、ちょっと、もう。すげえ、すげえ、ボコボコっていうか、リンチがわあ、ボコボコできた。こいつかわいそうこできんなた。楽なんだ、ここ。3人だと、1人だとここ一番きついのよな、本当。ああ、そうなんですね。ここ2人、あの忍者とさ、あいつ倒すの結構しんどくない？俺ここで今日午後の配信で俺3回死んだんだけど、いやいや、あいつ嫌いすそんぎなて。ふ、来た、キムさん、どこわあ、そすれあごれい飛でぶな。すね。うん、死ぬ、結局ね、やっぱマルチ飛ぶマルね。チ飛ぶよね。私が盾となろうじゃない。あれ、これどうやって上に上がるんだ。よいしょ。どこ？上？どの上？あ、あ、そいやいや、の上？さっきの。いや、あそこの上になんか乗っかってっから。あ、そうこそう、れそうそう。裏から。あ、こさっこ？きのえ、階こっち段ありか。ました。あ、とこから。あ、なるほどなるほど。こっこっち。ちから上がれるのこっちから。あ、なるほど。あ、こっち、こんなとこから。か。知らなかった。こっから。へえ。やべ。それ知らなんだ俺。あ、なるほど。さあ、これどっち行くかだね。どっち行く？左がボスなんですか、これ。いや、あ、なんかあそこに。どっちからでも行けるんだよっていう感じ、実は。あ、じゃあこっちから。なんかこう立てるやつが。おっと、目の前あ、に違う違う、敵が見えや。仲間。びっ大丈夫。くりした。何こういうの、何この子。あ、ここ宝あ、箱あ捜るよ。索だ。ここ宝箱あります。そう、柵誰2をが、つ、柵あな5たが、を連れて一旦そう、戻るって。柵5がボコされちゃったんでしょ。こっこれちちなかみら行くとちに、ゃんとこの話が聞けるんだそうね。そう、だここが多分正規ルートなんだろうな。これちな下みににこ行けれるの下かもな。行けます。ああ、あそこにアイテムがあるけど、これ絶対罠だな。いや、あ、いた。確かはナイうりゃ。ス。罠ではなかった。あ、でも罠じゃなかった。あ、この先がちょっとしんどいかなっていうぐらいで。大丈夫よ。トラッチョいる。その先トラッチョがいるぐらいで。その前に一人連れてこなきゃ。な、行き過ぎると危ない。毒を地味に食らうがいいさ。やっぱ毒入れたけど、やっぱり俺金入れてねえから全然食らねえな、あら。毒。うん、やっぱ炎が一番いいな。あー、届かなひらめ！おお、やってるっす。
素敵。何回も殺されましたね。ナイスチューインだ。ナイス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 。チューインめっちゃうまくなってない。っていうかレッドさんめっちゃチューインうまくなってんじゃん。練習したっていうか死にまくりましたからね。まあ死にまくってもチューインは得するしかないもんね。もうね、そうですね、もうこのゲームチューインを獲得することがやっぱり一番のあれだからね。そっちか行っちゃう。そっちはあんま行き過ぎて多分カケを送るんじゃないかな。誰カケオって一人なんかあの赤文字のやつが来るんです。 NPC が来るんです。こいつ勝てんじゃねえわ。あれか張り合ってるな。家庭じゃねえんだ俺。あそこレベルシンクで下がってんのか俺。あ、そうか。あ、落ちた。ひーかい。おう、目の前で落ちてった。マジでけえの。あ、お前、嘘、2匹。あ、見つかった。わ、マジ。やばいやばいやばい、ちょっと待って、助けよ。ズドン、ナイス。絶対ちゃんの方のやつズドンする。よいしょ、いた。よいしょ。ちょっと待ってね。あ、やばい、それはやばいやばいやばい。いっぱい来た、いっぱい来た。ちょっと待って待って。そこ集まんないでお願いだから、ちょっと待って。ちょっとそこ集まんないでお願い。いけるいける。無理やり行く。ありがとうございます。痛い。怖えな。あー、びっくりした。ありがとうございます。あー、びっくりした。危ねえ。あれ2体引っ張ってきちゃったんだか。いや、落ちたところに2体いたんですよ今。あー、危ねえ。ちょっと1回トラ殺してくる。ちょっとトラ撃つかね。うん、あれ、でじゃあこの上からトラを撃てるんだ。上から、ここトラ撃ち。それ上にどうやって行くんですか。あ、木の実がいるところ。え、こっからだよ。ああ、そっちか。うん、あ、ちちち、そのまま進むと弓矢があるから。あ、そう、駆動車の先。うん、そうそうそう。で、その先の虎を、ああ、上にいるやつですか。あのイメージ的に、ね、撃つじゃん。撃ったら、はい、ここ俺がいるところに降りてくるから、一発で倒せなかったら、はい、ここに次エイム合わせると二発目で死ぬから。いいですか。ええよ。ナイス。ああ、なるほどね。そう、これで大体2発倒せる。ああ。なんかすっげえあれだな。なんか、めちゃくちゃ早く移動する。なんで？そう、これラグッティだよね。ラグッティ。やっぱマルチはラグッティだね。腹痛ランクが3。来た。ついに使えるわ。お待たせしました。来た？ボンバーマン使います。ボンバーマン、ボンバーマンやらせていただきます。先ほどからずっと使ってる魔法をさらに強化したバージョンが使えますので、これで火鏡を。私も毒が使えるぞ。お、来ましたね。もう来ました。もうデッドさんとしてはもう画面が見づらくなるだけですけど。めちゃくちゃ見づらくなるだけですけど。あそこにいるわ。あれ火鏡か、カキョウじゃねえか。あれはあいつか。これ普通のゾンビ兵。いや違う、その前のやつ。ああ、あれはそうだね。あれカイユだ。あれはザコじゃない。じゃあ別でカイユが来るわ。どっかから。どっかが多分カイユが突っ込んでくるはず。あれ来ない。あれってさ。
カユはここのボス的なやつじゃなかったっけ。いや違う違う、それはなんかあの包むみたいな字のやつ、なんか、なんか小籠包みたいな字のやつ。小籠包、うん、こっちからスルーしちゃえば多分いけるはず。お、なんかできるのがいい。あいつは後に倒しましょう。ここを倒してそうなんです。あ、じゃあなんだ、あそこにいるんだけどね、狙えないんだよね、まだ。ナイチ、オッケー、ウェズドン、オッケー。で、こっちでしょ、あのデカオでしょ、あのデカオはチュインできねえかな。あ、バレた、危なっ。うわ、早っ。死んだ。嘘、どこや。オッケー、こっち倒した。こっちか。あ、そうだね、ありがとうございます。しょい、ここで入ってもらって、うん、そこで今俺が殺しちゃったんだ、間違えて、俺が殺しちまったんだ、間違えて。あ、あ、あ、上にいますよ、あ、上に、あ、上にやって、あ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 、し、いけない。です。で、上を整理した後に下を潰しに行くみたいなニュアンスかな。ヒナビ危ねえ。よし。ああ。投げてんなあいつ。ナイチ。オッケー。こっちオッケー。あー、ハンマーいる。おいや。あ、出たんじゃが、出たんじゃ、出たんじゃがやばい。あとは。じじ降りてきた。あ、なんかできるんきた。あ、海遊軍の、海遊軍が進軍してきます。お、マジ、うん、あ、当たっちゃった。ひなみ危ない。余計危なくなる。ナイス。だからどっか、どっから海遊が来るはずだな。あ、いたわ。斧使ってみっか。この指、これ上かな、どこにいんだろう。これどこで、これ何に向かって撃つんだろう、これ。この弓って分からん。なんかどこにも撃つとこがないんだよね、これって実際。どっかあんのかな、なんか撃てる、撃って壊せるところは。ないわ。何だったの、じゃあここって一体。ナイス。ああ、ここも撃てるけど、でもここもなんか、ああ、危ない。ああ、なんか敵が突き飛んできた。どっから撃ってんだ。全然見えないですね。これにはこの上ら辺が囲んできちゃった。ここか。へえ。いや、ダメだ。全然わかんねえよ。全然わかんねえからいいわ。うん。あ、誰か降りてきてるよ。ん？あー、来た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 。おお。えぐいなそれ。消費は使わせない。焼けて死ね。恐ろしいな。消費は絶対に使わせない。あー、こっち、この上か。ん、あれ、キラミどこ行った。
ん？いるよ。ああ、もうちょっと。ハンマーに届かないんだよな。どこにっていうのを聞く。ハンマーじゃん。どこに？どこに？どこ？ここにいるよのどこ？どこ？どこにいるんですか？どこにいるんだよ。私はここを探してるよ。どうぞ行っててください。ちょっと取り残した相手も取っておいて。ちょっと相手の分が悪いんだよ。なんでよ。よいしょ。OK。あ、なんか投げてる。誰かが投げてる。これ絶対じゃあ上に旗あるけど先にあの猿やっちまうから。その方が復活めんどくせえから。猿。ああ、お猿さんだ。いた。あ、怒ってるわ。俺に怒ってるわ。うん。その程度で。うわ、重い。はい。オッケー。士気めっちゃ上がってんな。もう19でしょ。これもう。これで17です。早いね。17でしょ。めっちゃ上がり高くね。こんな上がったっけ？ね。わかんないです。あれこんな上がった記憶ねえんだけどな。お、パンダちゃん発見。あ、いる。おお。いった。いった。ナイチ。こっち倒した。そう、そこね、俺そこで一回死んでんだよ。ここの横から入ってきたやつ知らなくて。で殺されたんだよ。ナイスズドン。ここは宝物なかったっけ？あるわ。上になるよ。なんか大したもん出てな。ここ、あ、でもお酒が出たわ。酒出た。嬉しい。誰かと仲良くなろう。おじいがいいんだよ。今回さ、女キャラ少ないよね。うん、あいつぐらいしかいないよね。ナイス。いや、威力高くねえ、弓。木の実の。そりゃあね、あげております。木の実まで。木の実まで。あ、レッドさんがまだパンダに何あげるか悩んでる。レッドさんがずっと悩んでるから今パンダに何あげるか。こんな可愛い映像ないだろ。スキンヘッドのおっさんがパンダの前で一生懸命何あげるか悩んでるシーンなんて、そう見えるもんじゃねえぞ。あれも祈っとこうかな。ちょっと祈り散らしとこうかな。ちょっとアイテム取ろう。はい。あ、ここに飛ぶの。レベル上げよう。屋根上でレベル上げとこう。やっぱり火をね、火を上げていきたい。おお、何だよこの野郎。あ、そっか、復活するなのか。そうよ。そうそうそう。あ、弓買うの忘れた。あ、俺も弓買うの忘れた。おらひどい、ひどいもの見た。あれ、追撃できるからいいんだよね、倒れた敵に。あー、なるほどね。そう、それも含めてなんですね。そうそう、木の瓶が倒してそれを俺が燃やすと。そっちか。助けて。どうしたの？何があった？なんかレベル20の敵がいますね。お、いや。お。うわ。長ゼロ。あ、あ、おデブちゃんいるじゃん。そう、3人いるから。行こう。あ、二階くんとかに映る。ずちいぞ。いた。
3人がかりで一番しんどいね本当に確かにマジでしんどい。お、黄色4つ、黄色4、星4が出たわ。星4出たの嬉しいぞ。あー、私多分2周目に行っちゃったからなのかな、なんか星2とかしか出ないな。あー、2周目勝手に行っちゃうから。あ、勝手に行っちゃった。もう2周目は我慢しない、我慢できなくて2周目行っちゃったから。あそこになんかあるな。もうやることがないんです。これどっかにどっかに祈りじじいがいるな。この、あ、いないか。屋根上倒した。あ、いなかったっけ。あ、いないいない。どうしたか。大丈夫、いないわ。大丈夫か。じゃあ行っちゃおうか。これ壁壊れたりしないんですか。壊れまへん。ああ、そうか。行っちゃおうか。おい、あ、見えてないだけだった。なんか距離で見えないのやめてほしいわ。あ、いましたね。ちょっと行ってくる。いや、行ける。OK。あ、ナイス。どうした。あ、飛んできたわ、こっちに。あ、ぶら、あ、空中でジジイが、空中でジジイが浮いている。すげえ。え、すごいダイナミックな、なんかバグってるな。ダイナミックなダンスを披露してるみたいな感じになってる、ジジイが。あ、でかいとこ行った。空中でジジイが華麗に舞ってる。あ、見てる場合じゃねえわ、見てる場合じゃねえわ。ダメえバカが、この強所でよ。ナイス。見づらくしてやる。もう一匹だ、もう一匹、もう一匹だ。うそうそうそう。ハンマーか。ハンマーカンマー。ハンマーカンマーは問題ではない。なんでいけるの？ジジイ浮きっぱなしです。嘘。おいって。ナイス。おお、もう一発。2回くんのかい。あ、起動された。こいつ強えな。あれ、なんかこのハンマーめっちゃ強くない？なんか、ジジイ浮きっぱなしです。すごい壮大な。あ、ナイス。見えないな。見えないんだ。見せてあげたいわ、この映像。ティーリリリ。これすごいわ。上にアイテムが落っこちてんだけど。これすげえ。あれ、あの、ジジイが落としたやつだ。あれって上に上がれるんですか？上がれるよ。あ、上がれるんだ。うん、こっちから上がれる。あれはかっけ。あ、落ちた。あ、これか。なんかあれだな、俺が思っ、だから多分あれかな、ちょっと入力にディレイがあるのかな。なんかやろうとすると、あ、ほら、なんか取ろうとすると先、ちょっと先進んじゃって落っこっちゃうみたいな。自分が想定してるよりも早く前に進んじゃって落ちちゃうみたいな感じがある。か、俺が集中力返してるか、どっちか。集中力どっちかだと思う。でも、あ、これもう一匹いんだよ、そこのやつ。サリやっちゃう？うん、よし、はい、はい、いった。あ、いいし、いった、いった。今の直撃しましたね。全然そんなことされると思ってなかったよ。宝箱、まだジジイ浮いてる。もう浮きっぱなしなんですけど、ジジイ。なんですか、こ、怖い。位置怖い。ここじゃないな、その先だな。そこだね。はい、さあ、呂布前の中ボスですね。あいつです。呂布前にこいつを倒さないと呂布のとこまでつかないんです、こいつでめっちゃ死んだもん俺。あ、お前かい。痛い、見てなかった。俺の方来るんかい。あ、もう火打って見えないから。そういうことですよね。そうだよ。いって、俺ばっかりなんで。
でもやめないっていう。でもやめない。火を投げることをやめないっていう。ひどすぎる。あ、怒ってきた。やべ、怒ってきたわ。これ消費拒否で、消費キャンセルできないかな、これ。実はこれで。バタバタするもんね、こいつ。なんだガリ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 って動いてる。ひどすぎる。ひどいなこれ。あ、怒った。いや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 ひどいなこれ。何でもかんでも納金でやろうとしたら間違いなんだよ。燃えとけ、黙って。ひどいなこれ、本当に。黙って燃えてろ。ほらほら。あ、俺楽だなこれ。見えない。遠くから毒だけでねえと。技が見えない、怖い。そうっすね。ほら。怖い。怖いな本当にこれ。炎で死ね。いつ自分が燃えくるか分かる。あとちょっとだ。おい、よし。ひどいなこれ。よし、やったぞ。ひどすぎる。大いなる成果だ。これはひどいな。さあ、ついに呂布と対面ですね。いやもうここはちょっと呂布です。ここはでも正直本当にちょっとふざけてらんない。そうなんですね。ちょ俺多分本当に多分俺昨日俺多分50回ぐらい死んでるよね。多分死んでるね。で多分ね、俺配信中でも多分平均で多分30-40死んでるはずだから。これはもうちょっと、ね、やるしかないでしょ。木上さんは土はどれぐらいに上げてます？40。あ、やっぱ40か。40あればその振りの速さになるんだ。まあでもあれじゃない、何を使うかによりけりなんじゃないかな。多分木上さん、多分私と武器同じですよね、それ。うん、消費のやつ。そうですよね。で振りが多分めっちゃ速く見えるから、木上さんの。あ、振りが速さって変わんの？あ、変わんないか。多分振りの速さ多分変わんないと思うよ多分。え、ちょっと見て、一応振ってみて、木上振ってみて、レッドさん振ってみて。一緒です。あ、変わんないですね。あ、じゃあ俺の勘違いか。一緒っす。あの、移動の速さとあれは変わるけどね。あ、うん、移動は変わる。あ、移動ね。うん、移動速度は変わる。ただそれ以外は変わらなかったはず、確か。出ました、呂布です。うわー、呂布だ。あー、真珠変えてくんの忘れたな。回復のにすればよかった。あ、俺が持ってるよ、大丈夫。最悪使うから。私はあんまり手を出さずに、ゼタちゃんのサポートしてます。うん。初量譜だもんね。うん。じゃあ私もサポートで。え？あの三国武装だったら何回か倒してますけどね。三国武装だったらもう やとも倒したの。おい、ね、あ、やっぱラグいね。ラグいんだよね。だからこれはラグい。お前素敵素敵。ちょっとゾンビさん邪魔しないでもらっていい？ちょっとそんなことないっすよ。邪魔しないっすよ。火で。でもこれね、めっちゃ時間かかるけどね、パターンを覚えればね勝てんだよね。あ、止まってる。おれ、あれ、固まった。止まってる。あ、俺来ないわ。うまい。俺かな。あ、ブレだ。くるくるは突っ込んでくるよって言ったじゃん。そう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 、忘れちゃうとこだった。だってくそ、新しく覚えた炎を使いたいんじゃないかな。うまい、ナイス。うまい、うまい、素敵。うめえな、やっぱり。あ、ゾミさんのやつ見てましたから。あ、それな、それなのよ。そうそうそう。
全く初じゃないから、うん、あれ振り回したら振り回したら突進なんだよね。そう、あれ覚えないと結構きついんだよね。急に来るんかい。危ない。怖い怖い怖い。急に来るんだかな。こいつ炎系だから俺には一切魔法使えないんだよね今回ね。この辺罠置いとくか。俺じゃないんだ。罠が割れた。いた。俺じゃないんだ。俺じゃないんだ。ほら。あ、俺か。もうむずいな。あ、私の方来たわ。おお、びっくりした。目の前来た。急に私来た。うん、なんでや。むずいな。なんでわしや。読めんなあ。よいしょ。そこにでもいるんだ。ナイチナイチ。あれ。ちょ見えない。ごめんだって。なんでよ。おい。あぶね。おれ。おお。ちょくちょく燃やしとくわ。女は毒見づれえなお前。あ、固まった固まった。今だ今だ今置いて。多分さ、攻撃魔法とかもあってさ、いろんな、うん、あの処理かかってっからさ、うん、あー、逆余計ご存じになったのか。急に俺の動きた。急に俺の動きた。びっくりした。これ難しいよね、どこに来るか。あぶね。あ、飛んだ。ワープした。あ、食らった。あぶね。あ、返したわ。よかった。はい、ワープすんの怖え。うん、怖い。全然気をつけて。石とかに気をつけて。急に俺来んだよな。そう。あ、あと外れた。あ、2発来た、ね、そっちだ。おお、何、どこ行くの。どこ怖いな。怖いわこいつ。怖いよ。すげえ読めねえなこいつ。ソロだったらもっと楽だよ、ね、動きは分かるから。いた。あぶねえ。あー、なんかあれ、こんなにあれだったっけ。もう一回やってっから本当にあれなんだな、覚えてんだな。体に染み込まれている量の動きが、ね、恐ろしいぐらいに辛かったな。こういうゲームあるあるですよね。うん、本当に。俺でもこんなにあれかも、なんかこんなに頑張ったの久しぶりかもしれない、ゲームで。出てしゃー、ここの中に。あ、ありがとうございます。あ、すげえ回復量。ここにいればしばらくは大丈夫。あの、攻撃されても、うん、こいつ避けやがったナイス。あぶね。減ってねー。減ってないのよこれ。一人だったらもっと減らないからね。あー、ちょっとあれです、絶望さが、絶望感さが感じますね、うん、感じるぐらいの。でも多分一人の方がもっと効率はいいかな、多分。ああ、まあまあ、そうですよね。自分にしか向かってこないですもんね。そう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 。来た。あれ、引かれた。わしが受け止めた。ナイス。いやー、出たじゃん。危ない。いて、弓いて。急
急に来んの？やってくれる？あれだし。あ、死んだ。あ、出てこ死んだ。あ、やめてやめて。蘇生するタイミングやめて。復活しちゃう。あ、固まってた今。うん、近い近い固まるの何なんですかね。これはね、でもね、あのマルチだけ起きる、それが。ああ。うん、一人の時は絶対起きない。起きない。絶対に当てる。遠くから火の玉だけ。絶対に炎当てるマン。いや出た、やばい。それはやばい。それはやばい。今こっちに向いてる。あ、待ちった。なるほど。回復だな。ほい。ナイス。よいしょ。ナイス。まだ半分か。でも、やっぱ強いな、両夫。あ、いた。あ、いた。これしかも士気も高いからまだなんとかなってっけど、これ士気低かったら結構やばいよね。蹴り返した。あー、出たちゃん蘇生中でしょうが、バカ。ちょっとこっちに引いた、引いたしめる。あ、すいません、ありがとうございます。大丈夫。いや、これなかなか骨だね。あ、飛んだ。これずるいよ。飛んだ。まだ死んでないか。あ、なるほどな。若干ね、ディレイが生じんだよね。あ、死んだ。ああ、間に合わなかった。はい。というような相手です。ね、あ、なるほど。多分今日クリアすると思うけど、ぜひね、一人でもう一回やってみてください。ああ、わかりました。一人で両夫倒した時はやっぱり、その午前中倒したらその日一日多分平和だから。ぼーっとしてそうですよね。その日一日一日幸せでいられるから。そうですね、幸せでいられる。絶対幸せでいられる。こいつ倒した日一人でね、ソロでやったらですね。そうそう、めちゃくちゃね嬉しい、この日一日。じゃあ心中付け替えるか。じゃあ回復何にしよう。あれ、火ってさ、火ってなんだっけ、何効くんだっけ。氷、氷、氷か。あれ、心中の付け替えってどこでやるんでしたっけ。あれ、どれだ。これかな。ほんとね、旅自宅、戦自宅か。あ、戦自宅、あ、これか。あ、心中付け替える。俺も体力回復しとこうかな。おい、ひよんなよ。いけるぞ。いやー、まあ、キリンもなー。ビャッコ、ビャッコなんだ、毒属性増える。はあ、ちょっと士気上げとくか。ちょっとだけ白竹表情。これ面白そうだな。これ面白そうだな。これ使おう。ここは誰にも行かせない。もうちょっと残ってくれるんだけどな。これ残念だな。あれ、生き延びが積み、式だけちょっと上げに来た。殺して。ちょっとだけ式上げてきた。あ、なるほど。試合行こうぞ。お邪魔します。うわ、飛んだ。怖い。うわ、出たた。うわ、出た。2回くんだ。2回くんの。うわー、飛んでる。怖い。誰、あ、びっくり、そっちか。いた。あ、土の方がダメージ入ってんな、やっぱり。
甘いよバカが。ダメんなよ。あいて。馬に引かれた。馬に引かれた。マジか。パワーゲイザー。あれ、わしかい。あ、火が見えない。すまね。いやいや、だめだめ。やば、しまった、もう一回食らった。結構俺らも意外に気抜けねえんだよ。え、そうなの。結構、結構食らわない、なんやかんやで。全然食らわないな、わしには全然食らわぬの。こいつうぜえ。こいつうぜえ。俺のパワーゲーザーが効かないんだ。ちょっと本当見えねえなあれ。うわ、範囲広。そりゃそうですよ、放天下劇ですからね。乗せねえよバカが。いや、乗せてます、乗せてます。おっ、飛んだ。基本この目はもう町だよね。もう痛い、引かれた。わざ町だね。痛い、引かれた。すげえ、すげえぞおい。2回やんの、何今の、何今のバグり。あ、すいません、早くなかった今の。来た、大丈夫か。動きはやめてくれ。あー、バグってる、飛んでる。あー、飛んだ。うきそう。いきなり何今の。後ろから攻撃した。ナイス。あー、出た子が。ちょっと馬がよからの方向向いてる。出た子。あ、なるほど。ナイス。出た子もう回復どうある、ある。出た子。はい。回復ある馬だ。あ、もうゼロです。オッケー。今つきました。うわ、うわ。うわ。飛んでしまった。あ、やだ。出たじゃん。即時回復に回ります。私見てるな。オッケー、オッケー、オッケー。あ、そっち行った。オッケー。大丈夫。攻撃範囲がやっぱわかんねえな、こいつ。ナイチ。あー、出た。それは弾く。あー、間に合わなかった。すいません。いや、いい、しょうがない、しょうがない。いいの、いいの、いいの。力ってそういうもんだから。そういうもんだ。力ってそういう面だから全然問題ない。全員そうだったから。暖房。なるほどね。死んで何の棒ですよ。そうそう、もうあとはもうあの攻撃のタイミングとパターンだけ覚えるしかないからね。ああ、そうですね。基本一人でやってる時なんてもう自分から攻撃仕掛けないから。町のあれなんですね。町もう完全町、ね。うん、確かにそうだよな。もういかに向こうの気勢ゲージ削って、あの、うん、三角でクリティカルでダメージ減らすかぐらい。ああ、だから時間かかる。有利な状況を作ることだけですね。そうだから時間かかるっていう感じで。ああ、見えてね。あ、よう、よう、ぐる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 。危ない。ここで入れてみたいな感じかな。ナイチ。ここで一発入れるぐらい。毎回。弾いて三角一回一発入れるぐらいしか使わない、やんないかな。俺は。うん、そんぐらいがいいと思う。うん。OK、バカがや。これが。お疲れ。昨日めっちゃやられてんじゃん。
あれだ。あー、嘘。おー、俺いた。死んだ。叩き潰された。マジか。いた。オッケー。あ、そうだ、ありがとうございます。オッケー。あー、正義で。よしかーい。あ、セクトバあ、俺ね。どっち誰もうね、わかんない。うん、ナイチ。飛ぶな。入れるね。あ、バレた。バレたわ。さっきより早いな。だが。もうちょいなんだよな。あ、死んだ。オッケー。俺は引きつけとく。オッケー。これは一人は無理だな。いや、一人は楽、実は。ああ、そうなんだ。うん。タゲがいろいろね。そう、タゲが散らないから全然楽。私にその技は効かぬのだ。それは効かないよ。はい。ごめんごめん、攻撃間違えてたの。あ、出た子死んでる？大丈夫か？あ、出た子回復ないんだっけ？もうない？ないです、消えました。ない？オッケー。でも長期がまだたまんないんだよな。俺お前もうちょいなんだよ。うん、あ、死んだ。いた。ほ、飛ばせよ。馬見えない、馬見えない。あ、おー、馬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 、見えない。あー、した。いやー、やべ、やべー、わしに来たわ。引きつけます。ダメだ、刺さった刺さったあれだけは勘弁してほしかった。あ、でもゾンビさんもあれ耐えられるんだ。あれギリギリ耐えられる、俺。ただ、今ちょっとレベル上がっちゃってるからあれだけど、全然わかんねえ。レベル上がっちゃってるからあれだけど、はい、ロフトソロで戦った時は、はい、足りなかったよ。ワンパンだったよ。ああ、なるほど。うん、武器上げてっから俺も。わしだったか。わしだ。これはこれはいいね。うん、どんどん死んでこ。俺その後あれだから、装備めっちゃ強化して、今強化してるからギリギリ耐えられて、あと重装だから俺。あー、なるほどな。そう、俺本来これ土上げてなかったら100何パーとかで重量超えちゃってるぐらいの格好だから。ちょっとなんかあいつに効く武器ないのかな。戦術、水がないんだよね。氷って、これいいじゃない。使えないのかこれ。マジか、これ使えねえのか。ちょっとゲージ上げてくるか。これいくか。ああ、なんだよ、なんか
一応これでいくか。これ使ってみっか。こっちの方が強そうだ。こっちの方が振りが速そう。え、何これ。これ何ちょっと分かんない。よく分かんない。目の前に急に砂撒いただけなんだけど、これ何なの砂これ何なのちょっと。やべえ、いらねえ。戦術どっちっと最悪。いらねえ。なんだ、今の。なんだよ、あれ。あ、これでいいか。これでちょっと削っていくか。こんなの持ってんじゃん、俺。一番なんか、あれじゃない？ビリビリで。でまだ行っても、10、あ、レッタちゃん14か。14はちょっとさすがにあれか。キノミスどこ行ってる？今ちょっと士気上げてます。あ、ネジいった。よし、戻ります。レッタちゃんが15まで行ったか。15まで行かない。あれで私今入ればみんな来るんじゃないですか。あ、そうだね。はい、行きます。はいよ。はい、うわ、あー、ミスった。レッド落ち着け。あー、バグってんの。いた。ディレイがすごい。すぐ火消しちゃった。はい。開いてない。そっち。はい。はい、ビリビリ。ビリビリ。人を狙ってる横から入っていかない方がいいですね、これ。ああ、食らった。避けづらいし。お、あ、先ほど死んだ。じゃあ蘇生いきまーす。はいよ。すいません。OK。先ほど倒した。バンバン走ってるよ。生きてるよ。おお、やるね。雷、はい。はい。飛んだ。ナイス。ナイス。あとちょい。よいしょ。ナイス。いけ。させさせ。ナイス。ほら。誰と戦ってんの、リフは。なんだ、何戦ってんの、本当に。ね。てっちゃん、毒巻くな。毒巻くな。いや、もう、あれですから、あの、私の一番のダメージ。お、ナイス、ナイス、ナイスです。レッドちゃん、回復の方教えてね。精霊出すから。はい。あ、はい。危ない。急に来るんだよ。おー、危ねえ。あれ、なんでいきなり。あ、危ない。絶対じゃあそこめっちゃ行くね。俺怖くて行けなかったわ、その時一人の時。
その基本待ちの姿勢だったから。いた、俺か、やめて、カムして。これさ、で俺気づいたけどさ、絶対じゃあさ、毒ダメさ、2か1しか入ってなくね。気づきました。主力じゃないじゃん。いや、全然違う。毒。全然違いますよ。毒のあれ、ゲージ上げてないでしょ。毒っていうか。いや、上げてます。上げてて、その、毒っていうか、毒発動してる。毒のさ、その魔法のところってさ、はい。なんだっけ、それ。え、なんか、それあるんですか。あるあるある。うん、あるっていうか、はい、そのなんだろう、その魔法を覚えるじゃん、それ金だっけ。そうですね、そう、金だったら金上げないと威力上がんないよ。ああ、なるほど。ただ覚えるだけじゃダメなんですね。そう、ダメだ。そうそうそう、その数値が高ければ高いほど能力上がるから、あ、ダメージ上がるから。なるほど。やばい、いた、なんで、あ、いたいた、毒や。おー、食らったか今。オッケー、行く。すいません、いた、あぶね。いた、もう行くね。こっちタコ殴りできないのがすごいね。あー、飛んだ。あ、そろそろデタちゃんの回復した方がいいかもね。清流ナイチー。あ、ありがとうございます。そこ入ってればダメージ食らってもまた復活するから。 いった、ナイス、いった、ナイチや。もうここで、このタイミング終わりますよ。ナイチ、よし、もうちょい。乗らすかい、あの他。何で戦ってないです。あ、ほれ。うわ、怖えな。キレ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 、よし。あぶねえ。まあこれぜひあのソロでももう一度チャレンジしてください。そうですね、うん、ソロだと多分もっと楽だと思うよ。これさ、なんかなんだっけ、スコアサイトとかさ、ところで結構言われがちだけどさ、はい、なんかストーリーが若干浅いみたいな話結構言ったりしてる人多いんだけどさ、はいはい、レビューで。でもさ、はい、思ったのがさ、やってて、木の実もやってて思ったと思うけどさ、俺ら三国志知ってるじゃん、うん、ある程度。だからさ、ああ、そっか、このサブスクエってこの史実のここを埋めてるとこなんだなとかさ、あ、これがここなんだなとかさ、あ、これがあれなんだなってさ、わかるじゃん。ああ、まあそうですね。でもさ、三国志わかんない人間からするとさ、史実とさ整合性取れるようにファンタジー入れてるからさ、知ってるこっちはさ、ああなるほどねって思うけど、知らない人間からするとさ、薄く感じるよなと思う。ああ、確かにそうか。そこなんじゃねえかな。だから光栄がさ、もう三国志やりすぎてさ、もう三国志って当たり前のものになっちゃってるからさ。そうですね。そうそう、確かにそういうとこありますよね。そう、三国志がもうあるあるすぎてさ。そうですね。多分そこなんじゃねえかなと思ったんだよ、その結構評価で言われてる部分って。だからやっぱね、無料とかセールで三国無双を出すべきだったよね、先にね。ああ。そう、そこで一回勉強しといてからやると、あ、史実のここがこうなってんのねみたいなさ、これをここで埋めてんのねみたいなさ、うん、風に分かるから面白いんだろうなと思うんだけど、うん、
で、仁王もそうだったじゃん、やっぱりその、うん、秀吉の、ね、そう、信長秀吉のあの下りが分かってた上でそこをなんかファンタジーで埋めてるからさ、面白いなって思うけどさ、そこを知らないとやっぱり、そっか、ストーリー浅いって思っちゃうよなっていうのが少し残念だなと思った、うん、こっちは面白いんだけどね。だから一回三国志勉強したから横山光輝先生のとこ行ってから来るべきだな、うん、やたら大きい岩を落としたがる、そうそう、横山先生、そうそう、ほぼ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 キャラクターの顔が全然同じで、おなじみ同じでね、そうですよね、悪役だけ白目で分かりやすいっていうだけの、ね、でおなじみ横山先生の、ここなんだっけ、俺全然覚えてない、ここ下ありますね、まあ、こっからもうぬるゲーっすわ、もう両夫やっちゃった後はぬるゲー、両夫やっちゃった後はもうぬるゲーっすよ、ほら、炎翔ちゃんがしょぼーんになっちゃうところだよ、あー、炎翔ちゃんしょぼくれてるわ今、あ、炎翔、炎翔先生しょぼくれ、戦ってる、まだ来て、キャラクターと喋らないで戦ってる、あ、ごめんごめんごめん、言ってた、いや、さっきからキロミ先言っちゃってたから、先も言ってんのかなと思ってた、おしゃべりしてたのよ、やるよ、結構です、お、入ります、斧使うか、野菜落ちてる、あ、ほんとだ、大根が落ちてる、全部半分の大根がだけ落ちてる、なんでここの面だけ急に明るいんだよな、炎でめっちゃチカチカしちゃうね、ここだけね、この面だけなる、この面だけだけ、この面だけ、あいつ、あいつ寝てるぞ、しやっぱり寝てたわあいつ寝たふりしてた、危なかったな、はい、俺の炎がなかったら削ってなかったんだろう、そんなことない、危ない危ない、宝箱あります、また死んだふりの敵います、嘘、どこに、そんなわけないだろう、倒しました、危ない危ない、俺の炎をもっとしても気づかないことがあるなんてな、炎炎をしてもって、俺を炎を持ってしてもそんな気づかないことがあるなんて、あれマジシャンズレッドのあの生命のあれを探知する炎ですか、そう、あのよくわかんないやつよくわかんないですね、うん、そんな機能今までなかったじゃんみたいなやつ、そう、なかった、なかった、いきなり出てくる、そうそう、いきなり出てきたやつそうそうそう、あそこだけみんな置いてけぼりのやつ本当ですよ、ね、見てるみんながえ、結局何なの、そんなあったんだって感じですからね、そう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 あー、いて、危ねえ、注意できた、危ねえ、あ、さすがにハリモグがいます、ここ結構入り組んでんだよね、確か、なるほど、ここから受けるのね、あ、開いてる、うん、そう、ここめちゃくちゃ入り組んである面だよね、確かね、敵いるね、おう、危なっ、あ、パンディー、パンディー、もうろくなもん組んでんだよ、パンディーも、パンディーがいらっしゃるよ、出てた、パンディー、あー、はい、パンディー平気、俺はもういいわ、パンディ。ですか、いや、なんでですか、あんまいいの組んないんだよ、パンディ。ああ、そうなんですか、いや、別に俺はもう今、あんまし、あれ、星4のがさ、手に入んで、星4を上げないとさ、星4のやつ組んないからさ。あ、そうなんですね。あ、でもなんか、たまに出るんだけど、そんなことないんだけど、たまには。たまに、その低くても上のやつくれたりするんだけど、まあ一番いいのは星4のものを上げると星4のものがもらえるっていうのが、まあ、妥当だからって考えると、あんまし
どこ行ったんだい。ああ、おぞん、ここじゃん。何？雷。ああ、しまった、待って、弓買ってきてね。ちょっと待って、弓どっか売ってなかったっけ。そこすぐそこ。ああ、買おう、ちょっと買おう買おう。ああ。やべやべ、弓買わないでまずい、これ。ここ俺、俺このゲームが嫌いになっちゃうかもしれなかったから、この、ここの面のせいで。おう。え、なんか誰か敵気づいた？スワーンって言ったけど。嘘。あと、まあ、魔法はこれでいいか。あ、魔法もあるし、いけんな、俺考えたら。あれ、俺、あれ投げ、ボンバーマンするじゃん。え、行って、びっくりした。みんなどこで戦ってる。あ、いって、嘘でしょ。いた。俺でかいね、これ。大丈夫。いてててててて、やばい、やばい、シール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 。見えねえねえねえ、すいません、見えねえ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 、わかんないわかんないけど倒せない。あ、大きいのに見つかっちゃったのか。お、大きいののあれが一切俺弾けなかった。なんかわかんないけど、あ、しかも変なとこ来ちゃった。やばいやばいやばい、めっちゃ回復使ってる。ここか。いやあ、あー、やだな。あ、撃ってこない。まだ、まだ反応してない。お、なんだあれ。あ、反応した。これ、屋根の上にいないと雷落としてくるから。へえ。気をつけて。屋根の上、屋根の下にいないと。あ、屋根の下に、あ、そうそうそう、いないと。いや、思いっきり落ちてきてますけど。いや、屋根の下にいないとダメージ食らっちゃうから。敵を取ってくれてる間に敵を倒す。あ、ズドンもありましたと。弓足りないよ。弓足んない。魔法使え。魔法か。そっか。あ、欲しいね。わしに来た。もう届かない、これ。魔法。あと、この雷も注意できるからね、デタちゃんね。おお。そっか。そっか。そうだった。忘れてた。おお、ごめんごめんごめん。結構うざいよ、これ。あ、いって。あ、死んだ。え？うわ、最悪のタイミングで死んだ。最後のタイミングで爆弾投げつけられた。爆弾投げつけられた。爆弾返しされた。やばい、ビリビリが、ビリビリがどうかな。あ、いける。サンキュー。あー、ビリビリくる。あー、死んだ。生きてる。まだ生きてる。あ、いった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 。あ、死んだ。落ちて。マジ？ちょっとね、遠いです。ごめんなさい。どう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 。あ、そっちか。オッケーオッケー。俺が今ヘイト集めてる。その上をどうやって行くの？やばい、積んだ。終わった。どうやって行ったのか分かんない。そこの上。え、どうやって行くのそれ。ちょっと待って。いやいや、そっちから来れないです。ごめんなさい。あ、もうすげえ敵に出会ってる。やばい、どうしよう。やばい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 。終わった。終わった。ちょっと待って。待って。どんな事故だ。単独行動してしまった私があれですね。すいません。じゃ、ここでもう一回弓かを。弓かを。ちょっと待って。弓かって。
旅自宅違うな、え弓を買う、うん、ここで買えるんだよ、なんか読めない字で、ね、な戦術の下、そうです、ね、なんとかなんとか銃みたいなやつ、ありました、ありました、ここ見えねえんだよ、危な、ここ屋根なんか通用しねえんだ、あれさ、なんかあいつさクリティカル当たる場所とかあんの、顔面わかんない、そこも謎だよね、うん、どこが通りやすいとかわかんねえんだよね、あれ全然全然上にあれがあっても雷落ちてくるんですけど、いや意外にね、あの屋根ちゃんとしたか、やちゃんとした屋根じゃないかったら無理よ、ああちゃんとした屋根じゃない、あなるほどなるほど、うん、ちゃんとした屋根じゃないとダメなんですね、そうそうそう、なるほど、それはダメだな、危ない、一体なんだ、鉄火、普通の鉄火、あ、いたいたいた、死んだ、嘘、ごめんなさい、弓矢動かないし、いけるいける、あ、いける、ナイス、じゃあ俺は正義兵出せるとこ、ありがとうございます、はい、ちょっと今出た子を屋根の下にずらした、危ない、押し出し作戦、出た子屋根の下、押し出し押し出し、押し出し大作戦かよあとちょい、これ足んないんじゃないですか、いや、いける、なぜなら一回倒したことあるから同じ戦法で意地で、うん、あ、落ちちゃった、やば、危ねー、よし、ナイス、二刀流倒せた、あ、そっちかいあとどこ、またなんだ、あ、ここ屋根だから穴場かも、屋根下だから穴場だ、ここ逃げた、おー、やった、ありがとうございます、おー、終わった、ここ穴場だった、ここそこ穴場、屋根があるから、ちょっと敵が、あれどこ行った、あれどうだわ、二人がよく見えるわ、上からだからおーおお、なんだよ、いよし、ここは行ったか、次からここでやろう、どこどこどこ、そこ覚えてきた、俺もここここが分からん、ここがいつも分からん、戻ってきて、オゾン戻ってきて、ちょっと待って、俺今どう戻るかすらも分かんないです、ってこれそうそうそう、こっち違う、そうそうそう、まっすぐまっすぐ、はしごあるから、じゃあ右にはしご、いた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 、なんだお前、なんなのお前、うん、これ炎に当たっちゃダメなのか、ダメですよダメですと、ここか、ここ超いいじゃん、あ、ここね、あ、そう、ね、ここ屋根ある、ここすげえいいじゃん、俺も覚えておこう、うん、ここへは出た子どこ行った、そこにいる、出た子今そっちに向かってます、そっちに向かってるはずなんですけど、なぜかそっちにたどり着けないです、はい、これか、 あれ濡らします、あ、来た来た来た、はいはい、道を開けました、来た、あ、これはしご、そうそうそう、そこは穴場、ああなるほど、そこマジ穴、そこマジ穴場だな、ちょっとマジで覚えておかないと、おお、それは雷落ちてこないですか、そこは、そこは屋根だから、屋根あったから、ああ屋根ね、だいぶ平和だった、うん、そこいいな、そこちょっと絶対行ったー、なんだお前こら、屋根だと思ってあの居座ってると
雷貫通してくるのに。そう、意外と隙間、そうでもなさそうなとこに落ちてこない。意外に隙間あるから、やっぱちゃんと、なんだから、きちんとした、きちんと施工化されてるとこじゃなきゃダメだから。あ、そうですね。そうですね。ダメなんです。うわ、あんなとこに落ちてやがる。あ、ちょ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 。隙間に落ちたあのアイテムはどうしても取れないだろうな。うん、無理だね。やめた。先行きましょう。しょ回復。こっちか。こっちで合ってるのか。カリモグちゃんがいる。あ、自分で燃えに行った。本当だ。爆発しそう。ここ俺のなんで毎回燃えるん。あ、怒った。おお怒ってる。ここなんだっけ。あー、これだけ。あ、これ宝箱取りました。取ってない。ちっちゃい箱あったよ、左の、あの何右かできましょう。あ、もう大塚じじいないのここ。力士の片手いらねえ。ちっちゃい発達ゾーン。オッケー。ナイス。ああ。こっちは行って叱るべきっぽいな。こっち行こうか。あ、気づいた。ズドンか。ここは開くな。よいしょ、はい。開けちゃって。ああ、わかりました。はい。あ、扉の反対側からじゃないと開かないようだ。こっち、あそこショートカット、ショートカットか。みんなどこにいるんだ。下落っこっちゃった。あら。ここは開けると多分ボスかな。いっ。開いた。びっくりマークなんだろう。ここ出た子、こっちから入れるよ、そこは。あそこ開けなくていいんですか。あそこ開かないの。あ、開かないんだ。あ、なるほど。そっからだと。なんかでっけえのが2匹いますけど。みんなどこ。あそこはまだ触れない方がいい。ああ、そうなんです、うん、みんなどこ。よいしょ。下はとりあえず全部終わった。オッケー。旗もズドンした。みんなどこにいんだ。あ、見てなかったやば。みんな一体どこにいるんだ。俺だけ一人ぼっちだ。一人ぼっちの歯ブラシだ俺だけ。あ、死ぬかも。危ない。え？見てなかった。よいしょ。はい。よいしょ。ちょっとチューインで遊んでたらちょっと死にそうにしてる。何やってんの？あ、もう一発くんだ、こいつ。やば。
いってここ組んだ。おつズドンボイ。おいて。おい。振りが遅いなやっぱりこの武器はな。ほう。みんなどこ？壁の向こう側です。なぜ壁の向こう側？うう。飛んだ。ああそうか。俺よかったよ。逆によかった。俺どうしようか待ってたから今。あ、上か。ここ開かないか。ここは一体どこだ？開きそうだな。ここは一体どこなんだ？急にここに飛んできたけど、一体どうやったらここに来てくるんだ？もう覚えてないぞ。あ、木下さん先行っちゃってる。どこどこどこ？あ、そっちか。なんか先になんか物が落ちてんだ。敵？からでも戻れるか。あ、強化素材だ。おお、敵いっぱいいる。そこ行けんの？ああ、こっから行けんのか。うん。ここショートカットか。あれ、おでか、おでたこどこ行った？おでたさん後ろにいる。いる？はい。はい。ナイチ。あ、ハンマーユジロが。ハンマーユジロ。ハンマーユジロいるわ。え、これ向こうどうやって行くんだ？あ、そっか、下から行くのか。そっか、下から行くんだ、俺。うりゃ。ひどい。いや、ひどいって言ってるけど、木の実の攻撃も大概よ。あんな上何回もさ、ぴょん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 刺し続けてさ。ひどいよ、そっちの方が十分。確かにひどいよね。そう？あれ結構悪どいよ。そう？いったー、もう壁で見えなかった。壁で一瞬カメラが埋まった。ああ、なるほど。あれ、ほんとやめてほしいな。ああ、水ね。ああ、水じょ。水じょね。水じょ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 だけど。水ね、いらっしゃる。ちょこってか、あっちは気づいてるか。じゃあ、あっちやるよ。あっちは、奥はズドン行けるよ。よいしょ。いっけ。え、オッケー。ナイチ。ここなんかあったっけ？あ、なんもないよ。アイテムじゃん。アイテムだけ。あ、強化素材だ。うん。強化した方がいいぜ。マジで。マジでこの件強化した方がいい。あ、来る。火がやだろ。やだー。だよそれは。ひどい。毒投げながら言うことじゃないんだよ。あ、もう何か見えねえ。ほら見ろ、これ木の実のせいだぞ今の。毒か。毒投げてさ、ね、お前見えなくしてさ。あ、避けられると飲んで任せろ。ひどい。今度は紐。ああ見えねえ。でもその代わりほら見えないけど動けなくなってっから、もうそれでそのタイミングがもう攻撃できるから。絶対に。ああ、絶対にあの間は攻撃できるから。そうそう、投げた炎と同時に走り出さなきゃ。あのタイミングで言うなこの人。炎と同時に走り出して炎にぶつかる形でいかなきゃ。いや、消費使われたら見えないのよ。確かにね。確かにね。祈りますか。祈るか。別段戦術ね。もうちょっと強い戦術欲しいけどな。
これにするかな。やっぱこれ面白いもん。このパワーゲーザー面白いもん。パワーゲーザー懐かしいな。パワーゲーザー好き。ああいるわ。二刀流います。はい、まだ祈ってる。ありがとうございます。はい。ジャンプするのは何か意味があるんですか？いやなんかね、見えない。確かに。見えない。見えないよ、遠くで。確かに。いやなんかね、ジャンプするとね、あの足跡が出ないから。あー、気づかれないと。そう、だからこうやって近づく方が気づかれづらいっていうのは聞いてる。しかも速度を変えずにね、近づけるっていうらしいんだけど、真偽のほどは何とも言えない。何回かやってるんだけど、これに関しては。それはどこ情報ですか？ツイッター情報。あ、なるほどね。おお、違う。誰か気づかれた。あそこか。アイテム。小畑。よいしょ。おしょ。アイテム。お、ショートカッティだ。え、ここアイテムなかったっけ？おお、開いた。おっと、こいつはここにあれがいますね。3人連続ズドン行けば倒すんじゃないですか。どこ？こいつ。ああ、これ、よいしょ、はい、ああ、やべ。大丈夫、もう燃えて死ぬから。ナイス、大丈夫。あの竜騎士のジャブみたいですよね。確かに。懐かしいな、竜騎士のジャンプ。うん、懐かしいですけど。何もなし。あっち。で、ああ、そっか。ここあれだ。祈ってるじいさん殺さないと。あれ、キューさんどこ行った？邪魔なの一人ちょっとズドンした。メニューもいなかったっけこれ。あ、気づいた、やば、気づいた、やばい、気づいた。オッケー、ちょっと先に魔法陣行くわ。魔法陣やっといて。あ、べ、食らった、ごっつい食らった今。あー、そうだ、消されんだ火は、毒が。忘れた。おい、実にそいつ強いから、強すぎる。ああ、なるほど。パワーゲーザー。パワーゲーザー。あ、バシかー。パワーゲーザー。いって。痛い、こいつ。ミスった。わあ、マジで嫁で。こいつ結構いいね、結構強い。あ、癖ありますね、動きに、うん、普通に振りくかぶるんだったらいいんだろうけど、溜めるかな。まあ、若干動きにディレイがあるんだよね。そうそう、溜めで、よいしょ。あ、よし、終わる。毒。あ、いって毒。ナイス、おー、倒した。おー、めっちゃ出たアイテム。おー、なんか飛んできた。コーバーあった。あ、鳥、いってあんな遠距離よ。別の敵も来てる。最悪。本当に見づらい。
雑魚がめっちゃいる。でもほら、あの雷打ち消せるから毒で。ああ、そういうことですね。さらに炎がね、えさらに炎が来るから。おら、あーすげえ、なんか反応してる。あ、そうなんだ。毒投げ。そうそう、こういうそういうね、ちょっとケミカルな部分があるんだよこのゲーム。そう、ケミカル要素あるから。そう、雷はこの毒系、このこれ、うん、おえだっけ、なんだっけ、雷は、そうそうそう、ナイス。そう、雷は、毒が雷を打ち消せんだよね。で、毒が多分水の、水なんだよ、確かね。だったはず。毒だ、水だっけ、金か。え、火が水じゃない。火が水を打ち消す。火と水。そうそうそう。水が火を消すのか。うん。水は何じゃ、これ雷か。うん、そうかな。あ、いや、土かな。土？うん。あ、いや、違う、わからん。今適当なこと言ってるよ。あー、鳥復活したから気をつけてね。はい、逃げようぜ。で、じゃあ祈ったらすぐ戻ってくるんだよ。どこに？上。あ、上、あ、上ですね。うん、嘘。アイテム、力士のワンコいらねえ。そもそも力士にワンコはねえんだよ。力士は基本何も着ねえんだよ。悪いけど。ここなんだっけ、この面。開けてください。覚えてないんだよ。覚えてない。覚えてない。ここ覚えてない。あれだね、呂布のあれが。いや、なんか呂布の後やったから、なんかさらっと終わっちゃったんだよ、なんかね、ここ。なるほどね。あー、あれだ。バイオハザードみたいな。あー、そうだっけ。あー、そうですか。悪い同士だな、ほんと。巨大化するとか。当てるなよ。当ててくれるなよ。当ててくれるよ。大正解です。あ、確かにバイオハザードだな。バイオハザード、でかいだろこれ。カモまんま似ようなんだよね。これどうすんだっけ、キノミ足だっけ。とりあえず、うん、その辺いった、めっちゃいった。で、ズドン狙いだね。なんだ、あー危な。あー死ぬ。地味無言で、だって地味な戦いだなと思う。確かに蹴り飛ばしたー、やったー。ああ無理だった。おお、なるほどね。ここは返せなかったな。意外に難しいな。
難しいっていうか、もうちょいだ、やりようがないよ。いけた、倒れた。ん？顔面に三角を出た、ここだ、ここです、ごめんなさい、先に違いました。ああ、ありがとうございます。いやいや、でもまだ終わりません。終わらねー。はい、返せるんだよなこれ。あ、死んでる。おい、いって、いいな。倒れたんじゃない？あ、倒れた。いやあ。これどうするんだっけ？これ上か。これこの上に上がるんです。あ、落ちた、ごめん。はい。あ、崩れた。敵の内部に潜っちゃった。あ、合ってる合ってる。なんか今の赤い柱が出て、その上に登ってあいつの腹の中に入って刺すみたいな感じらしい。へえ。なんか動いてますよ。いいですかそれ。もう一回です。へえ。マジですか、俺も体力ないんですけど。あれマジ、ちょっと待って、うん、まあ一応、あ、でも多分次で一発で終わり。お、すげえバグった、すげえバグった。うわ。はい、入った。うわ、バグってる。よいしょ。行っちゃってくれー。なんかめっちゃバグってた、さっき。違う。え？違う。何？え？何？違う、あれは攻撃じゃなくて、三角や。え、な、三角も押すボタンなかったよ。押すとこなかったよ。いなかったんだ。あるんや。知らないよ。一発でいけるんや。来た。もうやってくれ。うわ。ルちゃん回復する？うわ、飛んでる。うわ、やばい、怖い、飛んでる。あ、やばい。どうやって上がるのこれ。行ってくれ。ここ。あ、あ、なるほど。うい。おー、すげえ。一発だね。いやー。出てちゃ危なかったな。使ってくれ。うん、いいです。あ、ありがとうございます。一応使ってくれよ。俺の青龍。あ、でも青龍いいな。青龍いいよね。だから呂布戦の時とかは持ってった方がいいよ。もう使ってもうここだって時に使うと。そうですね。うん、で HP ずっと回復続けるから、その時だけゴリ押しでずっと攻撃し続けるみたいな。この子がやっぱり新規なんだよな、多分。ああ、そうか、紳士か。あ、そうか。そうだね。だから、そうですね、多分新規ですよね。後の曹操の奥さんなんだよね、この人ね。炎章と一緒にいるけど。こいつって元炎章の女だったんだ。ってことなのかな、本当に実際史実を。俺結構新規よくわかんねえんだよな。新規ってどういう立ち回りだったんだろう、この人。笛で攻撃する以外知らないんだよな。そう、やっぱそれ出てきますよね。そうそう、やっぱそう、そうそうそう。丈が短めのチャイナ服に笛っていうイメージしか俺にはないんだよ、新規には、ね、申し訳ないんだけどさ。俺たちの新規イメージはそれなんだよ。
白い蛇じゃないんだよ、新規。そうですね、白蛇じゃないですからね。白蛇じゃないんだよ、笛なんだよ。白蛇って言ったらダッキの方ですからね。そうだね、ダッキだよね。うん、ひょいーって攻撃するあれしか知らないんだけど。よいしょ、かわいそう。かわいそう。いじけちゃった。視聴性かな、今の。あの星は。扱いされてるっていうあれがないですよね、この人には。なんでこんなさ、なんでそんなに言うこと聞くの、こいつ。言うこと聞いてや。いや、いいんだけどさ。なるほどね。都合良すぎるよね。ちょっと、そう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 。運じゃないんだよ。そうですね。えとか、なんか質問があるだろう、お前って話ですよね。何の義理もねえんだよな。そうそうそう。確かに何の義理もないですね。何の義理もないんだけどさ、やらされてんだよな、ちゃんとなんか。ちゃんと戦わさせられてんだよな。 そうですね、そこすっげえ謎なんだよね。なんでこいつこんな素直な、ピュアだな。光栄の主人公って確かにね、無償でやってるんでしょ、こいつたち。本当にめちゃくちゃ無償でやってんだよ。尊敬。大人が城内に向かわれました。どういうことだ。何か異変があったのかもしれません。父上が怪しげな同士と話しているのを洛陽で見かけました。ちぇ、おやじ、なんか隠してやがるな。急いで会おうぞ。やっぱ捜索ってこんな感じになっちゃうのかな。絶対ね。ね、そうだよね。本当にそんな感じだったのかな、多分。描かれ方いつもこんな感じだよね。うん、なんかあの統一されてこうですよね、尊敬。荒くれのイメージだよね、なんか。そう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 。これ尊敬と孫作ってどっちがお兄ちゃんなの？孫作の上っぽいけどね。孫作の上なんじゃないですか。次男に剣つけるんだ。ああ、そうか、そういう考え方もあるのか。そうそう、長男に策つけて。いい時間ですか。そろそろ。すいません、私はもう。私もちょっといい時間ですかね。すいません。ということで、はい、というわけで、はい、ウォーロン、ネタさんのデータを進めてまいりました。次回も、まあ、3人揃ったら、ネタさんのデータを進めていこうかなというふうに思っておりますね。というわけで、見ていただいた方、ありがとうございました。また次回、お会いしましょう。それじゃあ、良い一日を。お疲れ様でした。おやすみなさい。おやすみなさいませ。